ポント町の農業床。四条大橋に沈めより、北方三条大橋に沈めより、北方、木船の川床夜の木船の川床農業床、あるいは川床は、京都や大阪の夏の風物詩の一つである。料理店や茶屋が川の上や、屋外で川のよく見える位置に座敷を作り、料理を提供する。5月頃から9月頃まで、京都の鴨川、木船、鷹尾、 高峰などで楽しむことができる。農量床は近代法が整備される明治時代以前から存在したが、農量床が河川時期を含む河川区域。現在施行されている新河川法では第24条により、河川区域内の土地を専用しようとするものは、河川管理者の許可を受けねばならず、工作物を設置する際は第26条に基づきさらに許可が必要となる。 この河川法の施行最速として国土交通省は河川敷地専用許可準則を定めており、その中で専用主体は原則的に公共性、公益性が高い団体に限り、通常は営利目的の利用を認めていない。農業床についても半永久的な構造物の設置は長く禁止されていた。2002年、 政府の都市再生本部による全国都市再生のための緊急措置の中で地域産業、観光などの経済活動、交流活動の振興や福祉をはじめとする生活サービスの充実などを空間整備と一体的に実施する取り組みが提言され、これを受けて2004年に特例措置として河川局長が指定した区域において許可順則を緩和する社会実験が行われることとなった。 この社会実験の一環として、2009年、大阪北浜に常設された北浜テラスをはじめとした農業床が全国で設置された。2010年には、国土交通省内の成長戦略会議において、観光振興が強く打ち出されたこともあり、2011年3月8日、河川敷地専用許可準則が改正され、これまでの特例措置が高級化されることとなった。なお、 河川敷地船用居家順則においては、農業床ではなく、川床と呼称されている。毎年5月1日から9月30日まで設営される。月間によってそれぞれ、さつきの床、本床、あと、鈴みと呼称される。2条から5条にかけて4つのエリアで構成され、90軒余りの店が並ぶ。海料理などの和食だけでなく、中華料理、 西洋料理、焼肉、喫茶などの店舗でも農涼床を楽しめる。基本的に夜の農涼床が中心であるが、5月9月は昼の農涼床も楽しめる。京都府鴨川条例においては、特に鴨川の右岸の2条大橋から5条大橋までの区間において飲食を提供するために設置される高床形式の仮設の工作物を、 同条令における鴨川のお料床と定義し、それらについては知事が河川法許可の審査基準を定めるものとしている。江戸時代前期の文献によれば、鴨川での床が年中行事化したのは17世紀の初頭とみられ、18世紀末頃までは、祇園会の前、祭りから後祭りまでの期間に限定して設営していたようである。当初は茶屋が鴨川の中洲や浅瀬に、 将棋程度のものを臨時に設置していたが、その後、茶屋本体に付随したある種の固定化された床が出現する。文政2年観光の変額規範の記述から見て、固定化された床は少なくとも19世紀の初頭には確実にあったと見られ、17世紀後半の作品とも言われる史上河原の風俗図鑑に見られる床が夕涼みを描写したものであれば、 その歴史はさらに一世紀以上遡ることができる。阜船口駅から阜船神社に向けて少し歩くと20軒ほどの店が床を並べている。軽料理や流しそうめんを楽しむことができる。自然が多く情緒あふれる床である。川の上に床を作る。京都市内より気温が3から5度低く夏の別天地として知られる高尾。 清滝川に張り出すように一段高い位置に建てられた床で屋根があるのが特徴。天然ユ軽野菜など、旬の食材を使った川床料理を楽しむことができる。また6月中旬から7月中旬頃まで、天然記念物の源氏ボタルも見ることができる。期間は、お昼5月初旬から11月末まで、夜6月1日から9月末頃まで、 水と大阪のシンボル、中野島に面して、北浜一丁目から二丁目の土佐堀川佐賀に設けられる川床。背景の梅田のビル街や高速道路、中野島のバラ園や赤レンガの大阪市中央公会堂、時折遊覧船が行く、穏やかな土佐堀川など、都会と自然が融合した広大な空間を楽しめる。3月下旬の川床開きから秋、寒くなるまで運用されているが、 常設のため一部店舗は、当器も営業している。ありがとうございます。